よいしょ、よいしょ、よいしょ。あと30分後には撮影か。ふぅ、よし、今日も頑張るぞ。神戸を垂れて筑波へ平伏せよ。今日も集められている。今回も始まりましたね、パワハラ会議。今日もよく集まってくれた。否定しないんだ。もうテオに。はい、ヤハバは、ここに。ワクラバ。今ちょっと忘れかけてましたね。わしと間違えるくらいだったからの。M? ここですよ、ムザン様。なんだその姿は。これはあれです、絵です。絵なのか。ほら、何も起きない。今日はムザン様をびっくりさせようと思って地面にチョークで絵を描いておきました。お屋敷に落書きしていいのか。ではドッキリグランプリも終わったところで戻ります。では本日は毎度集まり貴様らの報告を受けているが、それだけでは私はつまらない。何かこの会議を盛り上げる一案はないか。貴様らに一人ずつ聞いていく。準備はいいな。ではワクラバ、貴様の面白い、超絶面白い案はあるんだろうな。いや、一発ギャグとか。ほう、ではやってみろ今。いや、3219。ドラゴンボールで孫悟空に対して本気のデスボールを打つフリーザのモノマネ。ひえい！ではヤハバ、お前も一発ギャグがあると言ったな。ではわしは、フリーザが第二形態から第三形態に変身した時のあまりの戦闘力の上がり方にびっくりした時のピッコロをやります。ふわか！続けるな、テオニ。はい、いきます。3219。だっちゅうの。これはパイレーツという二人組の今流行りのギャグですよ。止まってるな。やっぱ森の中にいたのが良くないと思うわ。誰にも刺さってないの。演武よ、お前はあるか。ないならいいぞ。任せてください。そうか、では3219。今から捕らえた鬼狩りを目の前で処分してみせます。わー、マグロの解体ショーみたいで楽しみだな。逃げられちゃいました。殺される。これは大問題じゃ。ヤハバが一番面白かった。あれ、今のシーンカットされた。解体されたのは M だったんですね。では続いての案があるものはいるか。はい、挙手制だ。お、では M よ、この会議を盛り上げる案は何だ。ムザン様の夕ご飯が何かを皆様で当てるのはどうでしょう。確かに気になるな。さぞかし栄養価の高い人間を食べておられるのかと。ちょっと甘噛みしたな。そうじゃの、わしの矢印がちょっと下にかかったな。え、な、なに。かかったな。大丈夫じゃん、ここはカットされる。間違いなく使われるだろう。絶対使おう。大変失礼ながら、私たちから質問させてもらい、それをイエス・ノーで答えてもらって答えを導いていくというのはどうでしょう。面白い、やってみせろ。ではまず質問です。それは13歳のおなごですか。いいえ。違ったか。はい、では M、ここは意外なところを攻めてみたいと思います。人ではありませんか。はい。え、まさかそんなことが。私は人間の世界に紛れ込んでいる。それを考慮して考えるんだな。はい、そうだ、はい、
ではバクラバじゃないいや今バクラバ合ってますよ様今自信持ってくださいやはり人間世界に馴染んでいるということは月見バーガーですかいいえはいそれはお肉が入っていますかはい鬼だけにのやはばよなんと失礼じゃん M の顔が近いエムが滑らされたというものすごい圧をわしにかけてくる加減以下なんだから次はないからね今更だけどなんで刺されてんのあの人顔左目ある何あれよく見るとちょっと腫れてますねちょっと点々つ何あれすさまると遊んでいたらちょっとな、まあ、やはり十二気づきでもないようには傷の治りが遅いですね早く十二気づきに来ることだねお前もだよどの立場で言っておるんじゃあいつはそうだな質問に答えていただけるんですよねはい、いいえの範囲であればはい、はい無惨様はその姿は女性ですかこの姿ははいだ性別は女性ですかはい、はいな、今のなおいはいかいいか答えが返ってくるテンシティブな質問だったけどと思うよ答えにくい質問だったかな今のははいはいはい無惨様が食べたのはカタカナのものですかはいはいそれはピザですかはいよっしゃわかりましたはいはいはいわかりましたなんだ M 無惨様が食べたのはピザですはいいやおい俺が先に言っただろやったさすがはさすがは加減の意思じゃんいいおいなんで俺のこと盗んだよお前ら俺の名前これでまた無惨様から血を分けていやいや俺だろ今のはいいな M 名前も覚えられないしよして他に案はないのかそうですねタケノコタケノコニョッキキチノッキニョッキドンドンドンなんだそれはえあれなんか被ったらドンとはなんだって言うみたいななかったでしたっけ知らないな知らないのタケノコタケノコニョッキキチノッキさっきから勝っておるんじゃんやつは勢いがあまりすぎて毎回噛んどるじゃん。タケノコタケノコニョッキ。二ニョッキ。三ニョッキ。四ニョッキ。五ニョッキ。時間軸が違うようじゃの。やはばよ、盛り上げる一案はあるんだろうな。やはりここは合コンで定番となっている王様ゲームなどいかがでしょうか。それはなんだ説明してみろ、まあ、強いて言えば無惨様ゲームわしらが交代交代で無惨様の立場となり、うん、わしらを操るというものでございますでどういうルールでやるのだじゃあ一人ずつ無惨様のモノマネをやって無惨様に採点をしていただきましょうルール変わったがそれでいいのかそれお前自分の首絞めてないかでは誰からやるんだじゃあここは俺が行きますコンビニでカップラーメンを注ごうとしたら手にお湯をこぼしてしまった無惨様あっつ以上です仕事コント形式なんだ10段階中5だな結構高いの結構似ているってことですねありがとうございますじゃあ行きます1時間前の無惨様スプラトゥーン面白いですよね以上です8だなやったー結構高いのはいでははいわしじゃわくらばよし一番最初の収録の時に噛んでしまった無惨様ブライ2点一番最初ではなかったので2点だ最初なかった少し注げばブライ少し注げば緊張が映ったかのはい映ったらござい、では鳥だなヤハバよはっ
滑った時のムザン様、グリーンマイル。こいつは殺す。気にしてたんだあれやっぱり。あやっぱり気にして滑ったって思ってたんだあれ。ところで今気づいたのだが、空席が2つほどあるな。誰が来ていないんだ。上限と下限で1名ずつ見ないやつがいますね。ちなみに境外は下限ではない。そうだな、元下限だ。もう今はゴミカスじゃん。最近見ないと思ったら下限からも落ちてたなんて。この会議に欠席なんてダメですよね。許されないの。貴様ら前回は花火大会をしたらしいな。したんだろう。したんだろう、ヤハバ。そうですね、あの私を呼んだか。いや、あの呼んだのか、呼んだのか、呼んでないのかで答える。呼んでおりません。テオニオ、お前もいたらしいな、そこに。いいえ、いませんでした。そうか、いいんだ、いいんだ。そういったねぎらいも込めて、今から皆さんで花火をしませんか。花火か。さあ行きましょう。ムザ様、あの適当な海岸に僕たちを飛ばしてください。わしもムザ様と一緒に線香花火を楽しみたい。行きましょう。いや、ヤハバ以外で行きましょう、行きましょう。じゃあ全員でジャンプするぞ、せーの。綺麗だな。あーすごい、楽しいな、ヤハバ。あ、ワクラバ。いやいや、ちょっと煽ってるあれじゃなくて、普通に間違えたやつですか、それ。ちょっと